おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日6月30日火曜日の全国の天気をお伝えします。今日は朝鮮半島付近にある低気圧から伸びる前線が日本列島を通過します。全国広い範囲で雨が降ります。この後の雨の様子を見ていきましょう。朝から西日本中心に広く雨が降ります。東日本エリアにも雨が拡大、そして太平洋側のエリアでは特に雨が激しく降る恐れがあります。道路冠水や河川増水など大雨災害にも警戒が必要です。関東もお帰りの時間には雨が強まる恐れがありますので、雨具を忘れずにお持ちください。ではアイコンでも全国の天気見ていきましょう。沖縄は日差しが届いたり雨が降ったりの変わりやすい天気となります。九州から北海道にかけて今日は全国広い範囲で雨が降ります。関東や北日本もだんだんと雨が降り出しますので、家を出るときに降っていなくても雨具を忘れずにお持ちください。特に西日本東日本は広く雨風ともに強まる恐れがあります。関東もお帰りの時間に雨風強まる恐れがありますので十分にお気をつけください。特に九州南部や四国太平洋側、紀伊半島南部や東海、静岡周辺は激しい雨や暴風レベルの風に要警戒です。外出危険な状況となる恐れもありますので十分にお気をつけください。今日は25度前後まで気温が上がるというところが多くなります。雨が降る割にムシムシジメジメとした不快な体感となりそうです。体調管理も万全にしてください。全国のお天気をお伝えしました。